皆さんこんにちは、ゆもみガールズ森田七重役の久米田彩です。今回ですね、ゆもみガールズスピンオフ公演がなんと2年ぶりに戻ってまいりました。ありがとうございます。本当にね、嬉しいことです。ゆもみガールズは2014年からスタートいたしまして、最初は青春物語1段2段、そしてミステリー、ファンタジー、そしてラブコメディありましたね。こうして静かしているよもみガールズが、こうして次はスピンオフ公演で私が主演、七重が主演で、七重の探偵物語第2弾としてまたシリーズ化してまいりました。本当にありがとうございます。七重という役はですね、とっても破天荒で自由奔放で、でいて、まあみんなにほっこりできる、ふっくりしてもらうような、今回第2弾ということで、まだ台本はないんですけれども、湯の町ホテルでは湯の町ホテルという、温泉旅館の私はおかみをやっていて、で夫婦喧嘩をしてですね、飛び出すんですね、湯の町ホテル。でいつも、自分は湯の町ホテルのおかみさんだけれども、温泉が大好きですので、温泉ソムリエ、温泉大好きですので、いろんな温泉に行って取材をしていて、なので、喧嘩をした時に、あ、これは最近温泉にも行ってないし、もう家出して、私は温泉旅館、他の温泉旅館、楽しんじゃおうって言って、出て行くんですね。で、そこのまた旅館さんで、いろんな問題がまたあるんでしょう、きっと。で、今度はですね、私が、七重が家出をしたんですけれども、その旅館さんで、またこれまた中学生の女の子が家出をしてくるという、そういうストーリーとなっていまして、まあ私もまだ台本見てないで、どういう、解決をしていくのかわかんないんですが、宿泊のお客様もいろんな癖のある人たちが登場するらしいんですね。なのでこれをまた破天荒の笑いがいかに探偵物語、探偵問題を解決していくかを楽しんでいきたいなと思っております。これね、すごいわね。初めて見たわ、こんなの。 CO2 測定器も全て完璧だし、飲食店感染防止対策認証店に認証されてるから、そこら辺はもう徹底してやってるわ。徹底して、まあ、本当の意味でくつろいでいただくためには、まずは安心していただかないと。ございませ、ね、うちは換気バッチリですから、これ使っていただければ大丈夫ですよ。すごいね。お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、はい、ではまくっちゃん、ごめん、ちょっとお手洗い。あ、学生時代から存在感ないって言われ続けてます。ちなみに、どうしました？スランプです。え？今の私は本来の私ではなくスランプなんです。はい？ちょっとお聞きしたいんですが。そんな余裕ないの分かりません。はい、わかります。なんと空気読んでください。すみません。でもですね。お待たせしました。じゃあ、失礼します。さっきだってあんたがトイレ行ってる間に何言ってるけど。怒ってるけど何を。好きな人信じたくなった。ちょっと待って。大切なマコちゃんに嘘をつかせてないの？待ってください。今クリスマスパーティーの真っ最中。え、いいんですか？どうぞ。メリークリスマス。メリークリスマス。あれ？さっきはどう？え？いや、実はちょっと前にも来てみたんですよ。でも皆さんいらっしゃるなって。あの方はお取り込み中だったみたいな。もしもし、ミカか。はじめまして。ミカちゃんのパパですよね。え、どちら様？パパにかけてるの？何だ？じゃあ、どう？それよりミカ。彼女なら、誘拐したわ。え？七重の探偵物語第2弾の幕開けよ。クリスマスイブをドラマチックに盛り上げちゃいましょう。
Thank you.